そうね、結構な威力になるよね。198円のホームセンターラッカーで床塗装しましたみたいな感じになってますね。ちょっとね、予想外の威力。はい、どうも、おもてなし太郎です。今回はですね、こちらの原付き、レッツ2ですね。これをね、約半年ぐらい、駐輪場に放置してたら恐ろしいことになってるんですよね、こういう感じで。まあ、これをね、今回ね、この FW1 っていうワックス、これなんかドンキホーテ行った時に、なんかキャッチセールスっていうのかな、なんか、まあ、ちょっと窓拭いていいですかみたいな感じで、ミラー拭いてもらってね、まあ、ちょうどね、めっちゃ汚れてたっていうのもあって、なんか綺麗になったんで、まあ、1本ぐらいいいかなと思ってね。これ水なしでワックスまでかけれるってやつなんですけど、なんかまあこういう FW1、 アメリカとかのレースのロゴとかでよく見かけますね、これね。まあ、これ2400円ぐらいで買ったんですけどね。というわけで、まあ、今回こいつが、まあ、かなり汚いんですけど、まあ、これがどれぐらいこれだけで綺麗になるかっていうのをね、ちょっとやってみたいと思います。まあ、使い方ですね。まあ、使い方は、まあ、スプレーして、まあ、汚れひどい場合は軽く流した方がいいっていう、まあ、これは多分ね、ひどい次元に入ると思うんですよね。これジャリジャリになっちゃうんで、多分傷の原因になりそうなんで、まあ、これは多分やって拭いてから2、30秒経ってから、これなんか浮いてくるみたいですね、汚れが。で、綺麗なやつで拭いて終わり。はい、というわけで綺麗なタオルを2枚用意しました。これめっちゃ汚いんですけど、まあ、これしかないっていうのと、まあ、あとこの状態なんで、まあ、捨ててもいいようなタオルって形で、この2枚になりました。まあ早速やっていきましょうか。はい、というわけで、まあ水、水道がね、ちょっとここないんで、ちょっととりあえずこのポカリスエットが入ってたのに水を入れてきて、ちょっとこれで洗い流していきたいと思います。軽く下洗いという形で。はい、水をなんか、まあ、2回ぐらいポカリセットの容器でかけたところ、まあ、パッと見なんかこんな感じで、パッと見なんかちょっと綺麗になっちゃった感じですけど、まあ、なってないな。そう、水を使わず洗車からツヤ出し前でこれ1本なんで、これぐらいでもちょっと流せれば十分かなって感じで、これの威力に期待ですね。なんかまあそのね、あのキャッチセールスの歌い文句でも言ってたんですけど、めちゃくちゃ重いんですよね、こういうのって。結構意外と軽かったりするんだけど、これ内容量がね、結構 496g とか、なんかすげえぎっしり入ってるらしいんで、結構使えるらしいんですよね。なんでよく振って、結構な威力になるよね。なんか198円のホームセンターラッカーで床塗装しましたみたいな感じになってますね。結構楽しいな、これ。ちょっとね、予想外の威力。なんかね、これほんとラッカーでいたずら的に、こういう原付きいますよね、普通にね、これぐらいの塗装をした。で、まあ2、30秒待って、そうするとなんかね、こう浮いてくるらしいんですよね、汚れがね、2、30秒経つと浮いてくるらしい。はい、まあ多分2、30秒経ったんで、ちょっと拭いてみましょうか、これでね。これでなんかまあ最初はこういう感じで、汚れを洗車的な感じで、汚れをね、こうざっくり落としていくような感じ。で、こう一旦なったら、今度乾いた布で最後拭き上げるみたいな。ただまあこれ乾いてないんですけどね、乾いたものが今のところないという感じですが、この仕上がりですよね。あー、でもこれはね、ちょっと熱いかもしれないですね。かなりすげえ綺麗。これシートカバーにもちょっとやってみましょうかね。この辺とか、この辺とかね、
こういう部分とかも多分狙い撃ちでいけるのはいい気がしますね。こういうねマフラーの手で洗車剤なんで、たまの洗車と同じなんで、こう細かいとか、こういう細かい部分の汚れとかにはすごいこうピンポイントでいけるっていうのは、水で洗うよりいいのかもしれないですね、こっちの方が。これまあ一応ね、あの注意書きにはあんまりタイヤには良くないっていうようなことは書いてましたね。はい、こんな感じで全体を結構使っちゃった気がするんだから、まあでもあとはこれで拭き上げればもう終わりって感じなんで、なんか一応これで車1台とか、まあ、車多分5台、5、6台いけるみたいなことは言ってたんでね、まあ、あんまりだから厚塗りしてぶっかける必要がないのかもしれないですね。ちょっと今多めにあえてやってみた感じはあるんですけど、拭き上げです。シートですね。シート、まあ、まず最初はざっくり、こういう感じでね、なんかまあ汚れこうやって浮いてくる感じですね。曇ったミラーよくあるじゃないですか。これをすげえ手が滑る。あのね、結構この缶が持ちにくい、多分片手で持つとか結構きついっすねこれね。これでまあ汚れが浮いてきてるんですよね、こうやってね。この浮いてきたところでこうやると、ほらこんな感じでどんどん汚れが浮いてきてる気がする。あとはこれやっぱ空拭きすればいいんだろうな、ね。はい、一通りね、まず洗車状態って感じで、結構この時点でかなりね綺麗な感じにはなったんですけど、まあ、最後この仕上げとしてこの空拭きですね。空拭きをするとどうなるのか、まあ、かなりね今現状この表面ってワックスを塗った感じになってるんですよ。なんかこのぬるぬる感というか、なんかワックス感がねすごいんです。あのカルナバロっていうのが入ってるらしくて、まあ、一般的な固形ワックスとかに使うやつだと思うんですけど、なんでかなりね、あすごいですね。やっぱ空拭きをするかしないかでこれ全然、空拭きをするとほら全然このツヤが映像でお分かりいただけるだろうか。この辺空拭きするじゃないですか。そうすると、まあ、あんま分かんないですね映像だと。でもね肉眼だとすげえ分かる。こう、まあ、全然空拭きをすると見違えるようになりますね。このスズキのあたりとか、おお、まあ、やっぱね空拭きはもうこれ必須ですね。やらないとなんかねすごいヌルヌルしたあのワックスを本当塗ったまんま放置みたいな感じになるんで、これね予想以上になんかこのベタベタ感っていうかはあるんですよね。で、まあ、それを乾いたところっていうか、まあ、乾ききる前ですね、塗ったら何十秒か待って、最後この空拭き、これがすごい大事なプロセスですね。このさっきのミラーの部分ですね、もう空拭きをすることによってほら
空拭きをしないとやっぱ全然ダメですね。空拭きをするとほらすごいすごいこのクリアな視界、これがすごくて購入したに近いんで、このミラーとかは本当にありですね。これね、うわすごい視界が、あんなに汚かったのにこの辺とかね、あすごくいいですね。やっぱ空拭きはちゃんと乾いたやつ、ちょっとでも濡れてるとこうならないです。完全にドライな状態のタオルを、まあ、なんかマイクロファイバーがいいって言ってましたけどね、マイクロファイバーじゃなんですけど、これも多分の完全に乾いたやつは絶対必須ですね、これね。あとこの辺はねかなりね、吹きつけただけでこんだけ綺麗になってるんで、ほとんどこういう樹脂パーツとかこういう狭いところ専用に使うのもいいかもしれないですね。今回かなりね、まあ、最初なんで余分に使ったのもあって結構使っちゃった感じがあるんですけど、なかなかこういうタイヤの部分とかってツヤ出しとかめんどくさいですけど、まあ、あれは洗浄プラスツヤ出しなんで、こういう細かいとこ専用で使うと、まあ、長持ちもするのかなみたいなね、結構高級なんでね